新型コロナウイルスによる肺炎が拡大している中国の湖北省武漢市から日本人を乗せた政府のチャーター機が今日午前羽田空港に到着しました。現地で残っておりまして非常に不安に思ったところ、迅速にこういった形でチャーター機で戻していただけることができて、大変ホッとしていると。皆さん一応に、ホッとすると同時にどっと疲れたという状況だったんじゃないかと思います。やはり一番びっくりしたのはやっぱり23日に交通がストップしたところからですかね。今日到着したのは帰国を希望する日本人のうち第一陣となる206人です。今救急車が2台羽田空港を出発しました。帰国した日本人のうち複数の人に発熱や咳の症状が出ていて4人が感染症指定の医療機関に搬送されるとみられています。武漢市では昨日の朝の時点でおよそ650人が帰国を希望していて政府は今夜にも次のチャーター機を派遣する方針です。